HD17156 はカシオペア座の方角にある黄色準巨星である。8等級であり、肉眼では観測できないが、性能の良い双眼鏡を使うと観測することができる。質量は太陽より27.5%、半径は50.8%大きい。表面温度は 6079K で太陽よりもやや高温である。また、 最早の観測により、2007年の研究では、年齢は44億年から70億年と推定されていたが、2011年には31億6000万年から38億5000万年とする研究結果が発表された。この星はすでに主系列星の最終段階で、すぐに近傍の惑星を飲み込むと考えられている。2007年に、視線速度法を用いた観測で、 惑星 HD17156B が発見され、カシオペア座では初めて発見された惑星系である。後の観測によって、この惑星は主星を通過することが判明し、その半径が測定された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM クセワールズプロジェクトにおいて、 HD17156 はアメリカ合衆国に割り当てられる系外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、米国国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、 IAU から最終結果が公表され、HD17156 はナシャニャック、HD17156B はマルチャルトンナと命名された。これらはアラスカ州南西部のブリストル湾周辺の河川の名前に由来しており、ナシャニャックはディリンガムの近くを流れる地元先住民コミュニティの生活を支える野生の酒で有名な河川ヌシャガク川に、 マルチャルトナは、ヌシャガク側の支流の名前に、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。